皆様ご機嫌よろしゅうございます、こちらは東京半蔵門にございますジャポニスムアカデミーでございます、こちらにございますように歌舞伎の楽しみ方ということでお話をさせていただいております。私は普段歌舞伎座や国立劇場で歌舞伎や文楽のイヤホンガイドの解説を担当しております高木秀樹と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。この映像は令和2年の6月に収録しております。令和2年、今年はコロナ騒動ということで、当ジャポニスムアカデミーも様々なこの伝統文化、日本の伝統文化を普及させるために講座を開いておりますが、それが残念ながら中止延期ということになりました。そこで新しい試みとしまして、このインターネットによる配信というのを行っております。前回に引き続きまして私は歌舞伎のお話をさせていただきます。でちなみにこの前回の、お話では歌舞伎がまず最初に泉の国をはじめとした女歌舞伎、友情歌舞伎であった。それが続いてこの若手歌舞伎という未成年男子が行うことになりまして、それが最終的には野郎歌舞伎という現在の歌舞伎に見られるような歌舞伎役者の全員が男性であるという形、このような変遷を経て今の歌舞伎になったというお話を前半にさせていただきました。詳しいことをお知りになりたい方は1回目の映像をどうぞお楽しみくださいませ。さてそうしたことで歌舞伎の元というのは京の都、あと大阪といった上方でした。関西地方、それが江戸の地へとこの移ってまいります。そのあたりのお話を今回させていただきます。こちらにございますのが東京歌舞伎座の写真でございまして、今の歌舞伎座というのは、明治22年に同じに建ちました。それでただいまの歌舞伎座、これが平成25年でしょうか、新装会場になりまして5代目の建物ということになっています。そこに至るまでのお話というのをこれからさせていただきます。歌舞伎が上方から江戸へというタイトルでございます。さあこれはですね、現在の東京都中央区京橋、このような石碑が立っております。江戸歌舞伎発祥の地の石碑って言うんですけどね、ここに猿若座、後の中村座がここに立ったよってですね、この石碑がございます。中村座ということで、今浅草の観音様の裏手なので平成中村座なんてね、何回も開かれておりますが、あれは平成の中村座、先年亡くなりました18代目の中村勘三郎が始めたわけですけど、18代目中村勘三郎、これが初代の中村勘三郎ってわけです。最初の名前がこれが猿若勘三郎だったわけですね。でこの初代の猿若勘三郎という人は、今の名古屋市中村区ってありますよ、新幹線乗りますとすぐね、名古屋駅のそばに中村っていう地名がありますが、あの辺りの出身だったと言われています。そこで後に猿若勘三郎を改め中村勘三郎ってなるわけですが、とにかくその猿若勘三郎がこの地に猿若座、中村座を建てたってことになります。そのことをちょっとまとめました。よいしょ、ちょっと字が細かくて恐縮なんですけど、三代家光の頃です。三代家光の頃、寛永元年1624年に京の都から江戸の地に来た猿若勘三郎、初代中村勘三郎が江戸中橋と現在の京橋付近に建てた猿若座が江戸歌舞伎の発祥ということになってます。で、前のお話で出雲の国が歌舞伎を始めたのが慶長8年1603年、江戸幕府が始まったのと同じ年だっていうことをご案内させていただきました。1603年ですよ。だからそれから20年ほど経ってこの猿若座、後の、中村座ができたってことになります。ところがここで始めたんですけどね、ここをね、追い出されちゃうってことになりました。なぜかと申しますと、歌舞伎小屋っていうのはお芝居の中で太鼓打ちますよ、ドーンドーンと。そうしたらこの猿若座、中村座でドーンドーンとやってた音が、なんと千代田のお城、今の皇居、そこで聞こえちゃったんですって。だいぶ距離ありますよ今。でも江戸時代のことだったんですから、今と
違って静かだったんでしょう。で建物もそんなコンクリの密閉されたところじゃありませんからね、この京橋あたりでドーンドーンと叩いた音が江戸城に聞こえちゃったと。うるさいからお前どっかもっと遠くへ行けっていうんで、これ移転っていうことになります。でどこに移ったのか、よいしょ。でこれが今の日本橋人形町界隈に移ることになりました。ここではあの2つの芝居小屋の名前を書かせていただきました。江戸の境町というところに中村座、隣のところ吹屋町と申します。そこに市村座、実はあの江戸三座、昔はあと四座だったんですけど、あと森田座と山村座っていうのがあったんです。山村座っていうのはちょっと今回お話割愛させていただきますけど、あの大奥で、ちょっと事件がありましてね、それでまあ廃座、取り潰しになっちゃった。でまあその森田座が小引町、今のですね、昔の銀座の松坂屋の裏手のとこ、今銀座6って言いますよ。だから歌舞伎座のそばですよ、まあ、小引町。どっちにしろ今の東京都中央区で、これもやっぱり、うん、日本橋人形町界隈ですからね、今の東京都中央区ということで、昔の江戸三座江戸四座っていうのは今の地名で申しますと東京都中央区に全部移ってた、 あったと、そういったことになってます、ね、ところがそれが台東区へ移ることになると。江戸時代の大半200年間は中央区にあったんですよ。それがですね、台東区、もう幕末に近い頃台東区へ移ることになる。なんで移ることになったのかっていうんで、これで時の権力者が関わってまいります。よいしょ。2人やりますけどね、歌舞伎が存亡の危機って、ここのちょっと見えにくいかもしれませんけど、黒い服を着てるのが時の老中の水野忠邦ですよ。皆様の歴史の時間に習ったと思いますけど、天保の改革がありました。もう幕末も近い頃ですけれどね、歌舞伎の廃止を主張したと。まあ、幕府の財政がだいたい危なくなってきて緊縮財政をしよう。ですからこの水野忠邦が贅沢は敵だって言い始めたんですよ。贅沢はできた。でその時に真っ先に槍玉に挙げられたのが歌舞伎だったんですね。江戸時代に1日1000両の金が動くとこが江戸に3カ所あったんですよ。1両いくらだっていうのはこれなかなか議論の分かれるところなんですけどね、江戸時代も初代の家康から15代の慶喜まで260年間ありますからね、変動相場も変わりますよ。ですから一両、最初の頃は1両20万円で、幕末の頃はもう5万円もなかったとか、いろいろあります、いろいろあるんですけど、まあ、大雑把に言って1両10万円とお示しください。1両10万円、そうすると1000両で1億円になりますよ。1億円の金が1日で動くわけですよ。でそういったところが江戸に3カ所あって、まず日本橋の魚河岸、当時日本橋のところに魚河岸がありました。それでもう1箇所が吉原の遊郭、そこが千両も置いてある。でもう一箇所、これが芝居町なんですよ。ちょっと前に戻しますけどね、よいしょ。こういったところで1日千両の金が動いたくて1億円ですよ、1億円。でそうするとこの水野忠邦は魚河岸を潰すわけにはいかない。あと吉原の遊郭、こっからですね、税金、明和金取った。だから幕府にとってみては金づるみたいなもんだったんですよ、吉原が。だから結局槍玉に上がって天保の改革で、まあ、見せしめとしてこの歌舞伎を廃止しようとした。あんなものはダメだ、歌舞伎を廃止しよう。でその時に反対異を唱えたのがこちらにあります町奉行、北町奉行の遠山景元、まあ、後の遠山の金さんだったんですよ、まあ、歌舞伎の恩人、廃止でなく移転を提案なんて書きましたけど、水野様、庶民の楽しみを取り上げてはいけません、江戸の真ん真ん中にあるというのがダメだったとしたら、江戸の端っこの方に移転させるだけにして廃止はやめましょうよってことを言ったわけですよ。水野忠邦っていう人間は反対する人間をどん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 この首にしてったっていう男ですよ。ところがこの遠山景元っていうのは時の将軍から名奉行だとお墨付きをもらってた。だからさすがの水野忠邦も遠山景元をクビにすることができなかった、まあそなたの言うことだったら仕方あるまいというんで廃止は免れて、これが強制移転ということで済んだ。
ですからこの歌舞伎の恩人ということで歌舞伎関係者は喜んだわけですよ。で優勝、はい、ありがとう金さんってすごいでしょこの写真、知恵像ですよ知恵像、映画の入れ墨判官なんですけどね。明治時代 には、遠山を実名で登場する芝居ができた。江戸時代っていうのはお大名の名前ですとか武家の名前を実名じゃ描いちゃいけないっていうのがお芝居の原則なんですよ。皆様よくご存知のところですと奏本忠臣蔵、あれ仮の名前なんて書くんですけどね、あれは五代将軍綱吉の時に起きた、赤穂浪士事件のことですよ。ですから浅野匠守と吉良上野介なんですけど、奏本忠臣蔵で浅野匠守とか吉良上野介で実名で出ませんよ。浅野匠守に当たるのは円谷判官、吉良上野介に当たるのは大野諸能っていうふうに名前の置き換えしてます。実名はダメなんですよ。だから遠山の金さんの物語も江戸時代中にはできなかった。ところが明治時代になったら芝居関係者は遠山影元への恩を忘れてなかった。ありがとう金さんってんで、ここにありますように明治26年には、遠山桜天保日記っていう、歌舞伎ができましたね。で実名で描かれてるわけです、ありがとう。まあ、それで後々にはこうやってこれは戦後のものですけど片岡千恵蔵の入れ墨判官ってできましたように、とにかくこの遠山景元の骨折りによって歌舞伎は潰されずに済んだ、強制移転ですと。さあその強制移転でどこに移ったのか、優勝、はい、遠山景元の尽力で新たな芝居巻猿若町への移転ときます。猿若町の猿若っていうのは最初にご案内してましたように江戸三座の中でも一番この由緒ある猿若勘三郎の猿若座から取った町です。新たな、町の名は芝居町がこの猿若町ってことになりました。でこれが天保13年1842年って言いますね。でこれが浅草寺さんがあって、浅草寺さんの裏手に琴問通り、琴問通りに面した、まあ、隅田川からも近いところ、この元々大名屋敷があったんですね。大名屋敷が移転してそこの跡地に芝居町が移ったと、そういったことになってます。でこれが優勝、当時のこの猿若町のにぎわいを表した錦絵が残ってますね。それでここに東京スカイツリーがあって猿若町なんて今安堵があります。今猿若町って町名じゃありませんでね、浅草6丁目というような町名になってます。でこの当時の江戸時代の地図、絵図のようなものが残ってます。面白いですよこれ、はい、猿若町と猿若三座、江戸三座が、まあ、猿若町に移ったんで江戸三座っていうことになってます。ちょっと細かいんですけどね、この後大野橋にした絵図を用意してます。で周囲をこの堀で囲んであるんですよ。これまるで近所の吉原遊郭みたいなもんですよ。吉原遊郭はお歯黒土偶って言いましてね、幅が10メーターぐらいありました、ね、こちら見てきたようなこと言ってますけどね、あの逃げられないようにってんで、堀で囲ってあったんですけどね、それと同じようにこの猿若町も周囲を堀で囲ってありました。でこれを大野橋にしたちょっと絵に変えます。よいしょ、はいね、中村座があって中村座のオーナーね、中村勘三郎がここに住んでた。でその横のところに團十郎も住んでたっていうふうに、まあ強制隔離みたいなもんですけどね、役者も町内に住んでたと、まあ、そういったことで、天保年間に、まあ、強制移転になって猿若町になった。でこれがその後どうなったのか、よいしょ、はい、猿若町のその後時代が明治に変わり江戸幕府が崩壊すると芝居の環境制度、まあ規制ですよ、環境制度も終わると、猿若町のみで興行するといった規制も解除される。だからやっぱり江戸幕府が崩壊しますと法律も変わるんですよね。でそこで、まあ、猿若町にいなくてもいいってことだったんです、まあ、結局今浅草大変な盛り場ですけど、やっぱり東京の端っこ、江戸の端っこであることは変わりない。そこでやっぱり、うん、やっぱりもっと江戸の東京の真ん真ん中に帰りたいってわけですね。そこで東京猿若町からの撤退と書かせていただきました。森田座、中村座、市村座。まず森田座が明治5年に築地の新富町へ移転して新富座という名前に変えました。築
地の新富町っていうのは今の聖路加病院とかありますけどね、あそこは、外国人居留地みたいのが明治の初めにありまして、築地ホテルなんて日本最初のホテルがありましたり、まあバタ臭いところ、今で言ったら六本木ヒルズの真ん真ん中に、芝居小屋立ったようなものですよ。はい、新種の気象に富んでたんですね、この森田座の座主の森田寛也っていう人は。で、中村座も明治17年にこの鳥小屋に移転してしまった。で、最終的に市村座が、明治25年に下屋の二丁町へ移転した。これは二丁町っていうのは今の上野駅のそば、まあ、そういったところでやっぱり浅草の猿若町は不便だなっていうんで、まあ、こういったように東京の真ん中の方へ移転しちゃったということだ。といったことでまとめますと、よいしょ、歌舞伎の浅草時代は50年だったと。天保年間に移転して最後、市村座が移転して明治25年、天保13年から明治25年ということで、西暦で申しますと1842年から1892年ということで、ちょうど50年間だから、最初の200年間は今の中央区にあって、それから50年間は今の台東区にお芝居が移ったと、そういったことになってます。で、じゃあ今のこの猿若町、浅草六丁目、それどうなってるのかって言うんですけれど、よいしょ、ちょっとお待ちくださいまし。これ私が撮った写真なんですけどね、昔はこの道の両サイドに、こちら側にこの歌舞伎の中村座だ、市村座だ、森田座があって、向こう側には人形浄瑠璃、人形の操りの芝居で薩摩劇座ですとかね、そういった操りの結城座なんてものがありました。で、道幅なんですけれど、今も浅草六丁目で人家なんかあるんですけど、やけに広いなって感じなんですよ。で、この道幅っていうのがちょっと戻りますと、この幅と一緒だったんですよ、江戸時代と。これは面白いですよ、お出かけになるといいと思います。はい、それでお出かけになるといいって言うんですけど、まあ昔の名残って言うんでしょうかね、こんなものがある。まず藤波小道具さん、歌舞伎小道具の制作も、行うってこと。藤波小道具さん、歌舞伎にはですね、大道具と小道具っていう分け方があるわけですよ。大道具と小道具、まあ動作、動くもの、例えばこのお扇子とか、歌舞伎役者が手に持つもの、引っ越しの時持っていくようなものを、こまごまとしたものは小道具って言うんですよ。あと引っ越しの時に置いていくもの、井戸ですとかね、あと家とかね、木とか、そういったものは動産に、不動産に当たるもの、それは大道具って言うんですよ。で、この小道具を作る藤波小道具さんってのはここにありましてね、まあ、明治5年からここにあるんだけど、これはまあ今の歌舞伎の名残っていうものでしょうか。で、ここにあと石碑なんかもありましてね、これ市村座跡っていう石碑なんですけど、あと中村座の跡だ、森田座の跡だってプレートもここに残っております、現在の浅草六丁目で。もう少しこの浅草の真ん真ん中、浅草寺さん、観音様の方にちょっと戻りますと、はい、これが仲見世の、裏のところに黙阿弥先生がここに住んでたような石碑があります。ここに弁天小僧あります。弁天小僧、知らぞーいって聞かせやしょうなんて、青戸蔵氏花の錦、これも黙阿弥先生の作で、ここにいた時に書いたわけです。やっぱり芝居町に 近い方が一点で、この浅草寺さんの境内に黙阿弥先生が住んでた。で、浅草寺さんと申しますと、よいしょ、浅草寺さんのご住職、一番トップの方がお住まいになっているところ、伝法院さんと申します。いつもは公開してませんけど、この伝法院さんのお庭、小堀遠州がこされたっていう庭園がありましてね、ここの時には宝物殿っていうのもあるんですよ。一年中公開してませんよ、なんか物日とかお祭り特別な時に公開してくれるんですけど、その宝物館ですごいものなんですよ。よいしょ、二代目勘三郎が奉納した絵馬なんてあるんですね。これは見どころですよ。浅草ってのは火事が多いところでしたからね、よくこんなものが撮ってたものだと思いますけど。で、あとこれが浅草寺さんで、浅草寺さんの横には、今の浅草神社、三社様ってなります。三社様、そこには、ここに写真がありますけどね、初代市川猿翁の句碑なんてなんですよ。句碑、初代市川猿翁、
2代目の市川猿之助、今の猿之助は4代目ってことになってますけどね。で昭和38年に今の猿翁、2代目の猿翁が3代目の猿之助になる時、まあ孫なんですけどね、その時にこの猿翁が75歳だったんですけどね、孫の市川團子が3代目猿之助になるのか、じゃあしょうがないな、わしは譲って、まあ猿翁沖縄なんてじじむさい名前で嫌なんだけど、まあお前に孫に譲ってやるよと。でその時の、心を読んだ句がこの王の文字まだ身に沿わず衣替え、沖縄なんてじいさんなんて名前は身に沿わない、俺にはぴったり来ないんだけど、まあ孫が、襲名するっていうから名前を変えるか衣替えするよなんてんでね、なかなか粋な句だと思います。もう一つ句碑をご覧いただきたいんですけれど、よいしょ、初代中村吉右衛門の句碑ってですね、今の吉右衛門が2代目なんですけれど、それのおじいさんにあたる初代吉右衛門って人がいました。この人は、浅草北喜多方町の生まれ、喜多方町っていうのは今の浅草寺病院さんの裏、あの琴豊通り越したとこですよ。で奥様も浅草っ子だったんですって。でその心を読んで、女房も同じ氏子や女屋詣でって、なかなか粋な句を起こされてます。でこの初代吉右衛門と申しますと、これは案外知ってる人がいないんですけれど、あそこの手水鉢、三社様の手水鉢のとこが、これが没後の昭和34年に建てられたものなんですけど、松本幸四郎、市川染五郎、中村万之助なんて名前があります。中村万之助っていうのが今の2代目吉右衛門なんですよ。だいぶ時間経っちゃったんでちょっと早口になっちゃうんですけどね。あと面白いもんで言いますと、九代目團十郎のしばらくの銅像なんてありますよ。これが最初が大正8年に建てられたんですけど、これ2代目ってありますよ。なんだその銅像の初代2代目って言うんですけど、これ銅ですよ。だから金属だって言うんでね、昭和19年に金属の教室なんてでも持ってかれちゃった。でそうすると、昭和60年にこの間の市川團十郎が襲名したわけですけど、この團十郎の銅像がないっていうのは耐えられないって、ね、募金活動をしましてね、で昭和61年にまた復活されたと、そういったことになってます。ちなみにこの市川團十郎って、ね、この民家から書いてますけど、これが大正8年に建てられたと一緒で、当時の西園寺金物庫がお書きになったものです。まあ、そういったことで浅草のお話をさせていただきましたが、いよいよこの歌舞伎座のお話なんですけど、歌舞伎座というのが、ごめんなさい、よいしょ、はい、でこれが今の歌舞伎座っていうのがですね、5代目っていうことになるんですけど、最初の歌舞伎座が明治22年に建てられました。あの猿若町のお話しまして、明治25年に市村座なんて話しましたよ。でそれまでは市村座だ森田座だっていうことで座主の名前だったんですけど、もう古い新しくもう明治になったんだから、ザ・歌舞伎だってんで、歌舞伎の名前を冠した建物ってね、歌舞伎座ってのがございました。西洋のオペラハウスにも負けないものを建てようっていう気概で、この洋風建築、まあこの歌舞伎座が建ちました、明治の時代。それで申しましたように、まあ、今の歌舞伎座が5代目ってことになります。最初の映像でもご案内しましたが、この映像の収録は令和2年の6月に行っております。コロナの影響で演劇が今なかなか開くことができません。この6月の段階で歌舞伎座がいつ再開されるか、そういった予定も立っておりません。本当に待ち遠しいことでございます。このジャポニスムアカデミーでも、またここで皆様の半蔵門の教室で皆様をお迎えして、またこの歌舞伎の見方など、ご案内したいと思います。その時にはどうぞまたご参加くださいませ。ご視聴ありがとうございました。